工藤さん、こんばんは。こんばんは。投票日まであと4日になりましたけれども、はい、現在言論NPOではどんな活動されてるんでしょうか。各党のマニフェスト評価の一応完成しましてね、はい、130ページの評価書っていうのができたんですね、はい、それを今いろんなところで普及したりしてるんですが、はい、またインターネットでもそれを見れるようになりました。特に自民党と民主党の公約が分かりにくいので、うん、政治家に私が話を聞きに行ったんですね、うん、その話を今公開しています。そして今スタッフ全員でやってるのがですね、うん、候補者に電話してるんですね、うん、緊急アンケートを今候補者に書いてもらおうと思ってまして、うん、というのはやっぱりその政党の評価ってことは私ある程度したんですが、やはりその政治家がですね、今の日本の課題に関してどう考えているのかということをやはりもっと表に出そうと思ってるんですね、うん、まあ、それがちょっと今間に合うかどうかギリギリのタイミングなんですが、うん、可能であれば投票の前にそれを全部オープンにしたいと思っています、うん、なるほど、はい、30ページ余りを、うん、マニフェスト評価書ですけれども、これは共同通信、日経新聞、毎日新聞と、うん、かなりメディアの方でも取り上げられて話題になっているみたいですね。実通信とかね、はい、まあ、それは非常に嬉しいんですが、うん、取り上げられ方がですね、うん、私たちは別に点数をつけて、うん、でその結果として点数はつくんですが、うん、それよりもこの評価書に書いている一番私たちが重要な伝えたいメッセージはですね、うん、国民との約束を軸にした政治をですね、うん、どうしてもやっぱり取り戻さなきゃいけないと、うん、そのために自分たちでマニフェスト公約を手に取ってですね、うん、それを自分たちで評価するための手法をここできちっと伝えてるんですね、うん、でその手法を伝えてやってみた中で私たちが今度専門的に評価すると、例えばああいう形の点数になるという話でして、うん、マニフェストというのはあくまでもその国民に政治が向かうための道具なんですね、うん、これを生かすも殺すも僕たち有権者側にかかってまして、うん、で今のマニフェストはあまりにもひどいっていうまだ約束の状況になってませんので、うん、それに対してやっぱりきちっと読みながらですね、政党を選んでもらうためのね、一つのその手がかりを提供してるんですね、まあ、そういうふうに芸能プロのサイトを見ていただけないかと私は思ってるんです、はい、それは政治側に対する、ね、要求でもあるんですが、はい、やはり有権者もね、はい、あるいは私は報道機関もだと思いますけれども、はい、単純に点数だけ並べて、うん、それで非常にこう短絡的に選んでしまうのではなくて、うん、なぜこの点数になったのか、はい、あるいは、どうしてこういう判断が必要なのかというところを考えることが重要なんですね、はいはい、そうですね、すでに公開している工藤ブログで、まあ、それをかなり話しているので、うん、で一つ一つにやっぱり意味があるんですよ、なんでこの点数と。その点数は結果として似通ってでもですね、うん、その後ろにある理由が全然違うわけですね、うん、特に評価の視点というのを読んでほしいんですが、うん、例えば社会保障にしても財政にしてもいろんなその政策課題の中で、うん、政治は国民に何を今回伝えなきゃいけないのか、うん、それに対してきちっと誠実に真剣に伝えているところが結果として点数が良くて、でまたそれをちゃんと実行できるような仕組みがあればですね、うん、点数がいいんですが、うん、出なければ逆に言って悪いとか、でそれがこういろいろこうあって相対の点数になるわけですね、うん、ただその以前にですね、今回の約束がですね、本当に国民たちの約束になっているのかということを非常に気になっているんですね。政見放送でね、政治家の方が約束ってことをいっぱい使うんですね、うん、これを約束しますと、うん、だけど実は率直にそれは嘘だなと思うんですね、うん、つまり彼たちが約束って言ってることを今度は公約にこう基づいて見てみると、うん、ほとんど約束になってない、うん、だけど例えば話をするときは約束になったりですね、うん、非常に勇ましいことを言ってしまうと、うん、だからやっぱりこういうふうなそのいろんなまあ状況を騙されないためにもですね、やっぱりこのマニフェスト公約っていうことのね、存在っていうのが改めて今非常に重要になってきていると、これやっぱりぜひですね、今回読んでほしいし、一方でそういうことをきちっと書いてもらうようなね、政治にこの機会にもう一回作り直していかないとですね、はい、ちょっと危ういなって私は感じてますね、はい、おっしゃる通りで、うん、私も毎朝政見放送を見ていますけれども、うん、非常にスローガンで、うん、ワンワードで、うん、単なるコマーシャルとしか見えなくて、はい、やっぱ政策課題についてやっぱり、うん、きちんと議論してほしいのに、うん、そこがないというのはかなり後退したと思いましたし、うん、それから、まあ、新聞を見ていても非常にこの賛成と反対とか、うん、短絡的な説明に陥ってしまっていますよね、はい、でも
工藤さんの今の話によれば、うん、やっぱりそのマニフェスト評価も単に点数だけ見て判断するのでは、うん、それと同じもあの問題に陥ってしまうということですよね。そうですね、はい、あのつまりこの僕たちが評価やってるのは何のためやってるのかと、うん、これ04年の時からやってるんですが、うん、有権者が主体のね、うん、あのやっぱり政治をやっぱりどうしても作りたいと思ったんですね、うん、つまりあの政治がいろんなことを言ってでもですね、何も実行しないと、でそういう政治をただ当てにしてですね頼っていくような社会ではなくてですね、有権者がやっぱり主体的に今の課題に対して考えて、政党が出すあの公約に対してそれは違うよとか、やっぱりそういうプレッシャーをかけるようなね、そういう強い民主主義をどうしても作りたいと思って評価やってるんですね。だから私たちの評価はやっぱり厳しくなってしまうんですね。辛口評価ってよく新聞に出るんですが、やっぱりその有権者側から見れば今のマニフェストとか公約の中身を満足したらちょっとまずいと思うんですね。あまりにも内容がないという状況なわけですよ。そういう緊張感をやっぱり作り出すための評価なので、その評価の中の中身をですね、やっぱりどうしても読んでいただけないとですね、表面的な結果だけになっちゃうと非常にちょっと残念だなと思うこともあるんです、まあ、あのちょっと報道もねそういう感じになりがちですけども、うん、はいはい、やっぱり私たちはあの有権者としては、うん、あの点数の 背後にある情報を、うん、やっぱり言論 NPO のサイトからダウンロードして見ることが必要ですね、うんうん、はい、そういうことです。ただあの一言言うとですね、僕たちのやつは結構難しいので、うん、あのそこはぜひ読んでほしいんですが、実は簡単に見る方法もね提供してるんですよ、公約を手に取って。例えば非常にこう重点に絞られてるとかですね、あのそれからその課題に対してきちっと答えを出してるとか、特にあの正直度っていうところでね、僕もあの昨日ちょっとあのテレビで政党の討論会見たんですが、ちょっと気になったのはですね、消費税を増税するかどうかっていうことをなんか争点みたいになってましてね、あれは僕はおかしいなと思ってますね。消費税増税はもう決まってて、でしかもそれに対する経済的な時期があの問題でやるかどうかという時期のタイミングの議論があると思うんですが、それじゃあやらないというのであればね、逆に言えばそのお金をどういう形で捻出して、今非常に急増する社会保障とかね、財政の非常にその累増する国債残高が増えてるわけですね。いろんなことに関してかなり今切羽詰まってますんで、やっぱりもっと正直なね議論をやっぱり政治側もしてほしいし、有権者もかなり今非常に重要な局面の中でね選挙やってるっていうことをぜひ知ってほしいなと、うん、まあ、皆さんそう思ってると思いますので、まあ、マニフェストの、うん、いろいろな可能性については今お話しいただいたんですが、うん、合わせて、まあ、限界というんですかね、うん、あのそういった問題点はないんでしょうか。2つあると思ってるんですね、はい、僕はあのつまりマニフェスト評価っていうのはね、うん、基本的にその政権公約ですよね、マニフェストイコール、うん、政権を競うための、つまり政権を競っていろんな課題解決をやるためのプランの評価なんですね、マニフェスト評価は。あるその政党においてはね、別に私は政権を競わないと、だけどある程度そのある役割を、例えばその政権党が暴走しないためにですねチェックをするような役割をするという政党があっても別にいいわけですね。でそうなった場合にですね、私たちの評価で全党を評価してしまうとですね、あの結果としてその政権を目指さない党はその点数が低くなってしまう可能性があるわけですよ。でその低くなるっていうことがその党の存在そのものをね、うん、否定してしまうということになったら非常に困るので、うん、あくまでもこの政権を競うための評価なので、うん、ということをやっぱり皆さんもやっぱり十分知ってですね、うん、その上でこれを判断してほしいという気持ちは一つあるわけです、うん、それから評価団体側の問題もあって、上の票もそのぜひあのもしくは意見があればぜひいただきたいんですが、うん、基本的にこの評価をやるっていう作業は有権者がまず自分の代表を選び、代表がちゃんとあの有権者の代表としてあの仕事をすると、でその仕事の評価を次の選挙でやるっていう、こういうサイクルが民主主義のサイクルでね、このサイクルにこの評価が全て連動してなきゃいけないんですが、あのよくあの評価する人がですね選挙の時だけ急に評価する人が出てくるんですね。だけどその時にその自分たちがやった評価がどうだったのかということを検証していかない、また実績ですね、その評価したその政権があの続いた場合その実績がきちんと評価をしないという評価団体というのは僕は非常に問題だと思うわけですよ。なるほど、先生、評価する側も責任がある、責任があるということですね、はい、で現の日はあの幸い04年からですね、あの選挙、それから選挙終わった後の政権の実績評価をしているんですが、なんかあの非常に残念なのは
その実績を評価する団体が非常にないんですね。評価をする団体は私たちもきちっとそれは自分たちをきちっと戒めてやりますけども、しかも私たちは中立でなきゃいけないということで、やっぱりいろんなところからかなり距離を置いてるんですね。でそういうふうなやっぱりガバナンス、評価団体のガバナンスも問われなきゃいけないと思ってるんですよ。そういう2つのことがですね、やはり私がちょっと言わなきゃいけないなと思ってることで、だけどそういうことを乗り越える有権者に向かう政治っていうのを間違いなく作らなきゃいけないってことは事実ですから、その意味でそのこのマニフェストという役割は非常に重要なんですね。でまたそれをきちんと評価したり議論するという市民社会がどうしても必要になってきていると私は思っています。有権者もレベルアップしなきゃいけないですね。知的武装をすると、はい、武装して、はい、やっぱり政治に騙されないという状況をしなきゃいけない、はい、そのための判断材料は私たちもね、いろいろメディアもいろいろ今やってますから、はい、やってますけど私たちも出していきますので、ぜひ最後まで付き合ってほしいと思っています。はい、ありがとうございました。